ちゃちゃ、はい、今日は池田ちかふささん。本当初めてです、ね、俺の1個下だよね。はい、そうですね、はい、初めてじゃないよ。いやいや、ここに来たのは。あ、ここに来たのはね。はい、で、まあ阪神ドラフト2位で入り、そっから、はいね、で、大栄か、そうです、当時大栄にトレードですね、トレード行って、はい、で、最後にヤクルトに行った。ヤクルトですね、現役が最後はそこです ね、うん、その思い入れが一番強い球団というのはどこなの。いや、思い入れというか、それはもう阪神が僕にとってはその今のお仕事をさせてもらっているのは、うん、タイガースにいて、その入団2年目に日本一になって、うん、まあ、そこで、まあ、あのいただいたものがこう少しずつこう削って生きているという感じで、もうお世話になったし、高校の時に一度スカウトしていただいてドラフトかかったのを蹴ってるんですよ、阪神に。はい、で2度目のドラフトなんですよ。ああ、そうなの。そうなんですよ。何、そのドラフト何位でかかったの。4位です。なんで行かなかったの。わかんないです。いや、前周囲の反対か。はい、周囲の反対。いや、僕ですね、高校からほぼ野球してるんで。ああ、そうなんです。しかもその時ファースト守って4番でピッチャーじゃなくて背番号11で、投げ方もよく分かってないんですよ。それピッチャーでドラフトされたの。だからみんなもよく分かってなかったんですけど、僕もよく分かってなかったんです。でピッチャーらしいよみたいな。なるほど。そんなぐらいですよ。でエースがいましたから。だから明治大学のセレクションっていうのに当時の、高鍋高校のレギュラーの人と3人でもちろん事前に連絡をして行ったんです。そしたらその連絡してるのにそこで1校2人までなんです。いや、連絡してますよね、背番号は1番エースですね、背番号は8番センターレギュラーですね、背番号は11番、すいません、このお二人で。あ、そうなんですか。それで何、法政行った。それで、で帰って、そんでまた法政大学のセレクションが12月の終わりに洲本、淡路島だ、そこに行ったんですが、僕のその着地点が僕にも分かんなかったんで、でドラフトかかって、どうしたらいいんだ俺はと。だからもうプロなんて想像もしてないし、投げ方知らないし、なんならルールなんて言ったよ。あ、そうなの。そうっすよ。そんなレベルだったの。レベル、そうですよ。じゃあ甲子園目指すとかそういうレベルでもなかったんだ。いやいや、じゃあ高校野球で目指してますよ、そりゃ。あ、そう。いや、目指すというのも明確だけど、みんなについてってたっていう感じでしょ。あ、そうなんだみたいな。いや、まあ高校ではみんなで甲子園目指して、うん、本当に行きたいから2年生の夏に、甲子園まで見に行って、うん、原辰徳さんがね、最後の夏を謳歌して、隣にオビリン高校がいて、君たちはどこの高校、オビリンです、オビリンか、頑張れよって言ったらキャプテンだったみたいな。1個上の先輩優勝したじゃん、菊池太陽さんと。そんで優勝しちゃって、縁があるぞ俺たちはと。でも行けなかったんですけど、高菜宮崎のその高校は前の年2年生の時に夏の大会見に行くと甲子園に出るというジンクスがあって、うん、なるほどね、ダメでした。ダメだった。でやっぱりその辺で、まあ、僕の野球人生終わりだなと思ってたんですよ。で、かかっちゃったんです。でもさ、それで法政行くわけじゃない。まあ、はい。ほんで法政から日産行くわけじゃない。いました。それは法政の時にはかからなかったの、ドラフトに。あの、よくわかんないです。なんていうかかってはないですよ。でお話があったのかどうかさえ僕にはわかんないです。ああ、そういうことか、はい、まあ隠すからね、大学は、ね、まあ僕には直接言わないじゃないですか。ただそれも4年の秋に僕2勝しただけなんですよ、うん、そんなやつにお話はないでしょ。なるほどね、はい。いや、それで、まあ、阪神ドラフト2位でかかって、はい、ね、はい、で、まあ、阪神が気になるということでね、まあ、こういう、ね、こういろんな仕事をしてくれてる、させてくれてるのは、はい、まあ、阪神がのおかげだと。はい、そうですね。で、やっぱ阪神は気になると。はい、ちかちゃんは何位にしたの、阪神。僕はいつも優勝ですよ。本当に、はあ、いや、はっきり言って優勝してもおかしくない戦力なんですよ、うん、で、まあそうですね、セ・リーグ、パ・リーグ見ても最下位のチームが2年連続最下位が優勝するぐらいの今は野球になってるから、どこで何が起こり、まあ、コロナもそうですし、怪我人が誰があのなるか、まあ、そういう状況の中で、やっぱり出足にちょっと監督が怪我したですね、阪神やっぱ気になった。いや、始まる前にそのどうして監督言ったのかなと。辞めるってね、はい、まあ、気持ちはいろんなのがあると思います、うん、あの矢野監督のその思いが、だからけじめというのもあったかもしれんけど、
僕が選手だったらどういうテンションでやっていいのかなというのが、まあ、当然皆さんが考えることだと思うんですよ。だこれは矢野監督が悪いとか、いいとかっていう話じゃなく、選手の気持ちはどうかというと、負けて入っちゃったんで、どうしてもそこに目が行くようになってしまうじゃないですか。まあ、マイナス思考で入ってるしね。そうなんです、そうなんです。で、まあ、最初からスアレスがいない、去年1回ぐらいしか失敗してない絶対的なピッチャー、ソフトバンクからいた、ね、スアレス君が、まあ、メジャーも行っちゃいましたけど、だけど彼いなくなったのにそこをまあ1人整いましたけど、まあ、スアレスと比べてしまったらどうなんだろう。ああ、ちょっと落ちるよ ね、スピードがあんまりなかったん で球種が少ないんですよね。でやっぱ最大の要因っていうのは、うん、矢野監督がやっぱ辞める宣言をしたっていうことがやっぱちょっと引き金になってるっていうふうに OB としたら思う。あの真意がちょっとわからないんで、うん、こうだから今言ったと、だからこうしようとか、まあ ね、そこの説明がちょっと足りなかったんじゃないかなと、うん、先に言う後に言うとかいう問題ではなく、なかなか前に言うのは現役選手が今年で終わりますっていうぐらいのことあっても監督が先に辞めるってなかったですよ、うん、でも宣言した以上そこにはどういう思いがあるっていうのを中で伝えてるのかもしれませんが、外が分かんないでやっぱりいろいろ言われるかなと思いますね、うん。まあ、選手だったらえって思うよね、まあ、え超えますよね。え超えるでしょ、なぜ、うん、でコーチとかやってたとしたらどうなる。いやだから死活問題になるよね。生活かかってるわけですよ。まあ、そうだよな、はい、就職活動を1年間かけてやりなさいっていう話ですかっていうことになるよね、はい、だからまあそこも説明がいるでしょうし、うん、いろんな人たちのテンションがおそらくついていくとかじゃなくテンションを合わせるところのレベルまでいってないと思うんですよ、うん、じゃあ阪神を、うん、まあまあ低迷してるよね今ね、負け込んでて、まあまあそうですね。これを立て直すにはどうしたらいい。やっぱりさっき言った絶対的なものがいなくなったんだったら後ろきっちり固めなきゃいけないし、ピッチャーはそう悪くはないと思うんですよ、うん、それなりにやっぱり頭数もいますし、まあ、佐藤がああやってやっぱりちょっとしっかりしてきたんで、打線の方もうまく回せばそれなりの力あるんですよね。だからピッチャーを回していくのに今はやっぱりその分業制になっている中の後ろの3イニングでやっぱりひどい負け方をしてるんで、うん、後引くとピッチャーはどこまで投げなきゃいけないかという先発がいるわけですよ、うん、まあね、はい、そのプレッシャーを、まあ、不安もあるよね。 あります。だから、うん、リサーチもかけなきゃいけないし誰かやっぱり連れてこないと、少なからずやっぱり球の速い強いピッチャーを持ってこなきゃいけないかなと思いますね、うん。まあ、例えばその伊藤がね、うん、左ピッチャーの、はい、いいピッチングしてて、はい、9回ツーアウトから同点打打たれた試合が、そうですね、まあ、DeNA であるんだけども、あれスアレスがいたら変えてますよ、うん、やっぱあそこで勝ち切らないとダメだよね。西がその前に完封しておいて、うん、やっぱりその球数までやっぱ投げていくピッチャーが今までこのプロに入って2年目ですかのピッチャーがあそこやれるのはなかなか厳しいんで、やってくれたらラッキーですけど、うん、次の試合はどうだって考えるとやっぱりきついですね、うん、あそうだね。だからいると思えばもしかしたら抑えたかもしれないです。あ、うん、俺がダメになったらそうです、スアレスがいるからっていうね、だからそういう安心感があるんだよね。ドームができてブルペンが見えなくなってから先発ピッチャー頑張るようになったりとか、ブルペンでチラチラやり始めるとなんだよ変えんのかとか、あ、やっぱりピッチャーってそういう心境になるとか、変えてくれと見る時もあるんですけど、うんうん、動き出したら変わるのかな変えるのかなと思う時もありますね、うん。まあ、チカちゃんが投げてる時って甲子園もラッキーゾーンあったし、はい、やっぱ見えてるよね。だから、まあ、そういうことはあったよ。ありましたよ。できるだけ甲子園の時は後ろは向かないようにしてましたけど、ラッキーあやっぱそんなもんか。ピッチャーって横は見えるじゃないですか、うん、あそこはやっぱしょうがないんで。いや野手ってさ、あ始めたなっていうぐらいでその先発ピッチャーの心理っていうのは全然分かんなかったけどさ、ブルペンはその自分のその、まあ、5回までとかに整えるピッチャー、5回以降とかの間にまあ、そのスクランブルで行くピッチャーとかいろいろそのやり始めにキャッチボールの強さとか肩慣らしとかあるじゃないですか。見た時に結構こう強く振ってれば、うん、作ってるなと思うとベンチまた今度はベンチ見ますよね。だバッターと勝負しない時ありますよ。もう変えてくれみたいな、そう変えてくれとか変わるのかな、やっぱ半分気持ちはこっち行って顔まっすぐ向いてるんですけどこうやって目で星野さんの顔見てたりとかいうピッチャーが中日のピッチャーいましたもんね。だから勝ってる時は見るけど負けてる時は降りないよみたいな、そういう意地を張って、うん、立ってる時もあります。だからそういう時は後ろは見ないと、
まあ、後ろチラチラ見るときはやっぱちょっと不安があるのはありますが、やっぱり先発ピッチャー今阪神はやっぱり今不安でやってるし、もうこう始まって10試合ぐらいですけど、どうしても結果がうまくいってないのはもう後ろっていうのは出てるじゃないですか、うん、そこがやっぱりしっかり変えていかないと厳しいかなと思いますよね。なるほどね、うん、あとは何かある？あとは何かある？いやいや、じゃあ強くするためには強くするためですか？いや、これはやっぱ雰囲気変えていかなきゃいけないし、いや、まあ、それはそうです。でも今年のあの解説者の、あの予想を見ると阪神はもうバラッバラだったよね。優勝もあれば、まあ、最下位にしてる人もいるし、はいはい、いや読めないんだと思いますよ。だからそれはやっぱり矢野監督の辞める宣言がどっちに転がるかっていうことだよね。そう言われてしまうとダメなんで、僕はあのそういう時にじゃあ優勝してしまったらなんて言うんだろうかなと思ったんですよ。何か、いや辞めるって言った人が優勝しちゃったらやっぱり辞めんのかなって。いや、それはなかなかないじゃないですか。辞めるって宣言した人が優勝したらこれほどかっこいいものはないよ。いや、だからここであれは優勝させるために言ったんですって言ったらかっこいいよね。かっこ悪いでしょ。いやいや、でもでもなんかそんなのもあるかな。でも言葉のタイミングだとかさ、うん、そういうのって怖いな。怖い怖いです。だから何を言うかっていう、もしかすると出足の試合をきれいに勝ってたら、うん、逆のパターンもあったかもしれないですし、うん、まあ、それが監督がいろんな意味でけじめをつけるんだ、だから監督のために頑張ろうと選手が気持ちを、まあ、ここからでもそうですけど気持ちを変えてくれればいいと思いますし、まあ、そういうことを願って言ったんだろうけどね。ねえ、だからやっぱり説明が足りないと、うん、なるほどね、はい、外向きも内向きも足りないのかなと思ってしまいました。